他们站第一个的都是小心快点这个大赛狙击机我们正在整合，那就是很想要了解恒许鹤这样子的球队来比赛的话，实力大概在哪里？那当然，对日本队的友谊赛，我们可以学到很多技术。好。的话，当然就是可以了解日本更先进的技术，然后优势的话就是刚好在我们打决赛之前，就是更多的经验。やっぱりさっきアップの時から練習をして。やっぱそこでもコミュニケーションしっかり、ね、やっぱり同じサッカーをやってるんでコミュニケーションをしっかり取れてるという部分とやっぱり試合をした中でもやっぱり、お互いを尊重しながらやってるでやっぱり、ねお互い国と国を代表してやってるんでやっぱりプライド負けたくないという気持ちがぶつかり合ってて非常にいい経験をさせてもらってると思いますね、はい、あそうですね、やっぱりまあ、お互いね、頑張って当然その、お互い勝ち負けには、こだわりたい、ねやっぱり最後のね、結構ビッグなその会場で、すごい、イベント、まあ、我々としては本当日本を代表、させて台湾で受け入れてもらって、いい会場でいい環境でサッカーをやらせてもらえるんですね。ぜひ勝利をお土産に持って帰りたいと思います。是国际赛的比赛经验，那因为在台北田径场的比赛是有不一样的感觉，是因为它很像一个正式的比赛，那当然选手的生理素质跟心理的话可能也会不一样。